ズドン開けていきましょう。うわプロが作ったプロのダウンジャケット。このムーレの考え方好きやなと思ってて、なんでなんかっていうと、はい、本日はですね、こちら、ラグジュアリーな大人のダウンジャケット、ムーレについてね、お話していきたいなと思います。ということで、いよいよ買いましたよ。皆さんね、ダウンジャケット買ってって言ってて、こちらのサムネイルにも出てるみたいに、モンクレールのダウン買ったりね、タトラス買ったりとかね、いろいろしてる中で、ムーレまだですかなんて言われてしてて、ムーレお待たせしました。もっと言うと、減るのもお待たせしましたっていうことで、この辺また後々紹介はしていくんですけど、まずはね、ムーレから見ていきたいなと思います。僕も初めて開けるのでどんなか知りませんけど、ズドン開けていきましょう。うわーなるほど、これですね。で、袋はこれですね。ムーレーって書いてある袋があって、ブラウンは今回初めてですね。タトラスは黒やし、モンクレールは白やし、なるほど、このタイプになっております。ちょっと一回開けてみましょう。はい、皆さんいかがでしょうか。やっぱね、大人な感じやろうなと思ってたけど、やっぱり大人な感じですね。僕今回購入したのがサイズ48っていうサイズをね、購入させていただきました。ちょっと後ろを見ていただきましょう。どうでしょうか、この感じ。ムーレーですな、やっぱりムーレーですよね。じゃあ48ね、着てみたいなと思います。こちらがですね、定価が275,000円ということになっておりましてですね、なんとこんな見て、この首んところのタグにね、こんなメモ帳みたいなのついてるんですよ。おいおい、メモ帳ついてるのかよと思ったら、なんか品質の表示みたいなね、こういう注意点ありますよみたいな、なんかイタリア国内で生まれましたとかね、なんかいろんなこと書いてますわ。では着用してみるとどうでしょうか。はい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 、なるほどなるほど、あ、こんな感じなんやな。48ですね、サイズが多分ジャストやと思います。178cm、 70kg とかやったらほんまに48がジャストともすれば、もう一個上やったらちょっと大きいか。やっぱこれぐらいスタイリッシュに着ようと思ったら48ぐらいがいいんちゃうかなと思います。でも後でも言うんですけどもね、なんか高級感あるじゃないですか。もうパッと見た感じから、あれなんか高級感あるなとかって思ったりするけど、よくねモンクレールとかに使われている生地とかであったりとか、あとまあこの付属のファスナーとかも自社で作ったりとかしたりしてるんですけど、まあ、こういうところにねこだわりをね感じさせられるようなねブランドになってるんじゃないかなと思います。これが特徴的なんかな。ムーレーって書いてあるけども、まあ、パッて 見てもらったら分かる通り、こうイタリアなんですよね。こうイタリアのブランドなんですけど、僕ね阪急メンズ館に買いに行ったんですよ、大阪のね。でパーって買いに行くじゃないですか。ほんならね、全部このロング丈みたいなやつしかないわけなんですよ。でロング丈でなんかベージュのロング丈みたいなやつ、これ一回着ますかって言われてね、パッて羽織ったらいいんやけどもね、おばあさんみたいになったんですよ。わしおばあさんやないかいってなって、ちょっとやっぱムーレ僕は年的に無理ですわなんて言ったりしてたんですけども、普通に公式オンライン見たらね結構数あるんですよ。でその中で今回選んだっていうのがアクアっていうシリーズのやつを選んだんですね。でどっちかっていうとショート丈、短めの丈になってて、こう動きやすい感じの、まあブルゾンっぽい感じのね、タイプ、まあ一番オーソドックスな感じかなとは思うんですけど、多分ムーレというとこうちょっと着丈長めっていうところが多分本来は定番やと思うんですけど、ちょっと僕それさすがにもうどう合わせていいかが分からへんかったんで、これにしました。でね、ついさっきまでねワークマンのイージスダウンジャケットをちょうどレビューしてた後なんですよ。だからワークマン着た後にこれ着てるから、すごい細かいところまで考えられてんなって思っちゃうんやけど、普通にそういうの一回なしにして、よし冷静な目で見てみようと思って見ていきますね。まずはこの袖口とかですよね、こういうリブがついてて、この辺ぐらいからこう風が入ってこないようになってるっていうところもよく考えられてるし、あとそれでいて細身ですよね。結構細く作られてるので、こうやっぱりね大人な男性に向いてるようなダウンジャケットになってるんですね。でこれフードが外せれるタイプのはずなんですけど、外れますね。これねモンクレールはねジップなんですけど、このムーレはファスナーですね。ファスナーでピューってこれ外していって、これ取り外しができますよっていうモデルですね。このファスナーであったりだとか、あとはボタンですね。これ今回このタイプはボタン使われてないか、ボタンとかそういったところには自社のオリジナルのねやつを使ってるらしいんですよ。でなんで自社のやつ使ってんの、モンクレールだって他社のやつ使ってんのにと思ったりしたら、実はこのムーレっていうブランドってもともとはね、ダウン縫製の縫製してるおっさんやったらしいですよ。おじさんやったらしいですよ。でそれが独立して作ったっていうことで、もともと畑的にも縫製会社さんで勤めてた人やから、そういうところにものすごいこだわり持ってはるんですね。だからこう来た時のディテールとかももちろんそうやけど、その前にまず一番大事に持ってくるっていうのは縫製の仕方であったり、こう備品であったりとかっていうところにこだわってるっていうのがこのムーレなんですよ。だからモンクレールとかと何が違うのとかって言ってきたりしたら、モンクレールってあくまでスポーツブランドっていうところの立ち位置から始まったと思うんですね。だから結構タトラスとかモンクレールとかあの辺ある中でも、モンクレールはより機能にちょっと振ってるような感じがあるんですけど、このムーレに関してはより綺麗な印象で、なおかつこの細かいところまで凝ってるっていうところが、今縫製会社さん、要はプロが作ったプロのダウンジャケット
ットっていう位置づけになってくるかなと思います。で生地がね、このさっきも言ったけどモンクレールでも使われてたんですって言ったけど、いろんなブランドでこれこの生地実は使われてるんですよ。これは別にムーレの独自で開発した生地っていうわけじゃなくて、これシャイニーナイロンっていうね、ナイロンの生地なんですね。これシャイニーナイロンって何なんですかっていうと、まあ少し光沢のあるようなちょっと高級な生地のことをシャイニーナイロンっていう、まあそういうナイロン生地なんですけど、光沢が出るように作られてるっていう生地なんです。ただこれってね、ちょっと一昔前に流行った感じなんですよね。だから最近このシャイニーナイロンってあまり使われてないので、人によってはあれちょっと昔っぽくないとか、ちょっとなんかこう古臭く感じるっていう人もね、中にはいてるかもしれないんですけど、まあそういったナイロン生地が採用されていますよと。じゃあこれ実際来た時どうなんと、あったかいのどうなんですかっていうところをお話していきたいなと思うんですけど、これ僕ね、このムーレの考え方好きやなと思ってて、なんでなんかっていうと、まあさっきも言ったんですけども、こう細かいところが配慮されてて、この手首のところもね、風入ってこいって言ってたけど、この首のところとかちゃんと地肌当たるところっていうのは、こういうちゃんとニットバインダーが使われてるんですよ。だからこのナイロンにいきなり直でパッと当たるとひんやりするけども、こういうところまで配慮されてるから非常に暖かい。でそれでいてやっぱり縫製してるおじさんが作ったブランドやから、余計な隙間がないんですよ。なのでこれパッて閉めるでしょ、めちゃくちゃタイトになってるんですけど、ダウンジャケット本来正しいのはこれなんですね。めちゃくちゃタイトに着るのが本来は正しいんですけども、まあなかなかオーバーサイズが最近のトレンドとするとちょっと乖離があるんですけど、まあそういう風にジャストめに作られてるっていうところが、いずれ年行ったりとかして、これスタイルいい人が来たらめちゃくちゃかっこいいやろなと思います。 40、50 なんてね、ここに白が、ヒゲとか白が生えてね、髪の毛とかも白が生えてオールバックとかにしてね、ちょっと高級車乗ってね、まあまあベンツのゲレンデぐらい乗ってきましたよ、わーって乗ってね、で降りてきたらこのムーレ来てる。そこでもしモンクレール来てたらそれはそれでいいんやけど、ネイルサロン経営してる結構バリバリのヤンキーみたいになっちゃうんですよ。でもベンツのゲレンデからムーレ来てるおじさんが出てきたら実業家なんですよ。わ、あの人はすごい実業家、会社10個ぐらい持ってますみたいなね、すごいシャキッとしてて、株もやってたりとか、あとそれ以外不動産とかの会社も何社か持ってますみたいな人が、来てそうなねイメージになってくるんじゃないかなと思います。だから非常に暖かさというのはもう逃げないようになってるので暖かいです。でそれでいてホワイトグースのダウンを使ってるっていうのも明記されてますので、前も以前も言いましたけども、ダックとグース、似てるようで全く違いますよと。ダックっていうと、まあ、子供っていうかちっちゃい体から取る綿なの、中綿っていうかダウン綿なのでちょっとちっちゃいですよねと。でグースっていうと、もうちょっと大きい水鳥から取るのでグース綿が大きいですよね。じゃあそしたらこっちの大きい方がもちろんいいですよねっていうところで、グースをできれば、高いブランドは買ってくださいって皆さんに言ってたんですけども、まあ、そのグースが使われている。で、まあ、グースの中でもいろいろランクはあるんですけども、非常にねいい中の綿が使われてるんじゃないかなと思います。ただデメリットっていうのは何なんかっていうと、デメリットとしてはですね、多分おそらくなんですけど国内で買うと高いです。で僕自身も国内で買ったんですけども、これメイドインイタリアで作ってるんですよ。ってことはイタリアで買った方がおそらく安いっていうところもありますし、まあ、値段の問題だけじゃなくてデメリットとしては他何があるかというと、先ほども言ったみたいに生地がシャイニーナイロンであったりだとか、あとパターンがタイトめに作られててカッティングが細めになってるっていうところもそうなんですけど、全体的に聞くと今のトレンドとは少し違うんですよね。だからちょっとこれ来た時に、よっしゃ学校の来たぜと、俺27万なんて着てるんだぜって言ってちょっと生きったりしてても、ちょっと今っぽくないよねとか、あれってなんかこれを20代の子が着ることってほぼほぼないと思うんですよ。おそらく40、50の方が着ると思うんですけど、まあ、その方やったら問題ないんですけども、悪く言うとちょっと昔っぽい、よく言うとこうクラシックな印象がずっと続いてるというか、こう長い定番のものがずっと出されてるっていうようなね、印象になってくるんじゃないかなと思います。であともう一個言うと、体型維持しない人は絶対着れません。これ結構細めになってるから、特に少なくてもお腹腹筋はちょっと割れてるぐらいじゃないときついかなと思います。いや俺腹筋は割れてないよと、でも同年代にしたらそんな出てないよぐらいやったら、ちょっとこれ着こなすのは無理やと思いますので、これ結構選ばれし人のジャケットになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、YouTube 見ててもね、ここで紹介されてる方とかって結構比較的スタイルのいい方とか、シャキッとされてる方やと思いますので、まあ、そういう方になってくるので、着る人がちょっと限定的になってるっていうところかなと思います。まあ、ただおすすめの人っていうのは何かというと、やっぱりどうしてもね、アパレルやってる以上、モンクレールにしてもタトラスにしても今の現代の流行りを絶対追うんですよ。だから今の流行りっぽくどうしてもなっちゃうんですよね。ただこのムーレは僕初めて着てみて思ったけど、あ、従来のダウンジャケットってこうあるべきっていう形がしっかり反映されてるんですよ。で僕他のダウンジャケットはちょっとわからないんですけども、このジャケットに関してはめちゃくちゃ基本に忠実、しっかりグースダウン使って、いい綿使ってる、さらに、人間の皮膚が当たるところ、長袖のジャケット着てでも手首とか首の部分って当たったらひんやりし嫌だよね、じゃあそういうのもちゃんと、ニットバインダー使っていこうねとか、まあ縫製一つにしてもこの裏側の縫製のこの縫いですよね、ここの縫いなんか別にこの色にしようが違う黒にしようが値段なんか一緒なんですよ。ただわざわざこの色に変えてるっていうところに多分こだわりがあるんやろなとかっていうのも思いますし、別にこれにするからって値段変わらないんですけどね、ただ手間が増えてくるっていうところで、そういう風にされてると。であとね、このめくったところにこういう例えば撥水
水の効果があるから日常で使ってもらっても全然問題ないですよとか、ラグジュアリークオリティって書いてありますけども、高級ラインで作られてますよとか、あとはこのダウンジャケットがね、中の中綿がダウンがね、グースダウンを使ってますよって証明があったり、まあ、こういういろんなところに細部にこだわりを持って作ってるっていうのがこのムーレのね、ブレットっていうね、モデルになってるんじゃないかなと思います。ほんま多分ね30後半ぐらいからこれ着てね、グレーのパンツとかで革靴とか履いてオールバックでサングラスかけてめちゃくちゃかっこいいと思いますけども、まあ、似合う人がどんだけおるんかって言われたら、まあ、確かにちょっと難しいですけど、まあ、タチヒロシとかソリマチとかね、かっこよさそうですね。なんかそういうねイケオジ系の人が、着るとね非常にかっこいいんじゃないかなと、まあ、僕とか着ちゃうとなんかこう着られてる感があるからあんま微妙なんですけど、そういう方々が着るとかっこいいやろし、ハマるとねもう多分めちゃくちゃ差別化できる。同世代でもあの人めっちゃスタイルいいしかっこいいなってなるけど、ハマらへんとあれなんかちょっとちゃうなってなってきますので、気をつけていただきたいなと。27万も払って買ってねなんかちゃうなって言われたらショックじゃないですか。だからね皆さん気をつけていただきたいなということで、またね今後着ていく中でね、例えばこの肩にあるね、ファスナー、これは何のためにあるんだとかね、ちゃんとこう両内ポケットがね採用されてて、だいたいこういうの左だけなんですけど、これも両方使われてたり、多分おそらく左利きの人のことも考えられてるんやとは思うんですけど、まあそんなん考えられてたりっていうところで、非常にね素晴らしい品質のものを見させていただきました。本当ありがとうございましたということで、本日はこちらムーレのブレットを紹介してみたということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。